はい、こんにちは、フラッシュです。なんか久しぶりですね、ここからの動画撮るのね。はい、今日は新しいものが届きましたのでご覧に入れましょう。これも久しぶり。何かな。はい、今日届いたのはこちらです。じゃん。はい、これはスルーナイトさんのですね、久しぶりの懐中電灯のご紹介ですね。スルーナイト、以前にですねちょっとご紹介したヘッドライト、このタイプのヘッドライトをご紹介したんですけど、これね、お値段は値打ちなんだけど、使いにくい部分があったので、そのあたりを補ってくれるような商品のようです。じゃあ、行きます。レッツゴー!今回ご紹介するのは、スルーナイトのですね、TH30 ですね。前回の TH20 とは違って、バッテリー式じゃないんですよね。前回のバッテリー式のヘッドライトだったので、便利なんだけど、乾電池の指をいつも持ってないと、ちょっと不安というところがあって、そういってこちらはですね、充電式ですから、使いやすいんじゃないかなと思いますので、それではちょっと開けてみます。ちょっとパッケージが変わったかな。あれ、こうか、あ、こうか、あ、こういうものですね。おお、なかなか、はい。ケーブルと本体と、それから取扱説明書はもういつも通りですね。はい、日本語でもちゃんと表記されている。3320ルーメン。あとそれからこちらにはですね、防水パッキンですね。パッキンの予備と。クリップですね。ライトのクリップですね。クリップがついています。こちらはですね、お、電球が結構大きめの電球ですね。こんな感じ。はい、こんな感じの電球ですね。なかなか大きめで。これはこういう風になってますね。T 型になってるので、はい、こんな感じの使い勝手。でね、大きいですね。まあまあ大きくて重いですね。まあそんな疲れるほど重いわけではないけども、重たいで、まあ、これヘッドライトとしても十分使えるし、ここのゴムのリングですね、リングをこう抜くことでこんな感じですね。ここがゴムのリングになってる、はい、ここに差し込むだけですね。と同時に取り外すとこんなものになりますね。これぐらいのもの、大きさ的にもまあまあ大きいですよ。はい、で、これをつけることで、ね、ライトのクリップがつけることができましたと。ポケットに入れたりバッグにつけたりする感じですね。例えばまあシャツだったらこんな感じでつけたりとかすることができるでしょうかね。まあ、こういうふうにつけたりとかすることもできますね。スイッチはここに1個あるので、あ、ここを締め込むな、ちゃんと。はい、締め込んだら、あ、これでつきましたね。1回で長押しすると4段階の明るさ、これが一番軽いですね。4段階、1234段階ですね。そして、まあ、切るとまた最後につけてた明るさを覚えておいて、記憶、まあ、メモリーモードですね。はい、ということができますね。ということ、かなり明るいですね、これね。そして3秒長押しするとですね、こうですね、こんな感じ。もうほとんど明るくないですよ、眩しくもなんともない。もうこれぐらい本当にぼやーっとついてる程度。そしてダブルクリックすると、これがターボモードですね。これは眩しいですよ、これはめちゃめちゃ眩しいです。はい、ターボモードすごいね、これ。そして3回クリックすると、これ SOS の点滅ですね。つけるとここの上にもですね、 LED がつくようになってます。だからこうやってつけた時なんかに LED で見ればついてるかどうかっていうのが分かるということですね。こうやって手に持ってやる場合はこんな感じで持つわけですね。普通のこういう懐中電灯と違うと、こういう感じで照らすことができる。リュックとかのベルトにつけたりとかという時も便利ですね。この特徴としては充電式だということですね。結局充電式がいいんだねっていうことになっちゃうんかな。お値段もね、充電式すると多少高くなるんですけども、はい、タイプ C のケーブルが刺さるような充電式になってます、まあ、結局ポータブル電源なんか持っていくんだったら、まあ、充電式の方が使いやすいのかなっていうことになってしまうんでしょうかね。はい、でそしてヘッドライトとしても使うことができますと。ヘッドライトとして使うときにはこんな感じかな、はい、こんな感じでクリップをつけた状態でもヘッドライトとして使うことができると。そしてヘッドライトとして使うときは、まあ、ヘッドライトとしてはね、まあまあ重いと思いますよ。こんな感じですね。
これはめちゃくちゃ明るいですね。あ、これは小さい字も読みやすくなる。はい、ということで、まあこれは乾電池式じゃない充電式のヘッドライトということで使いやすいと思います。お値段はね9595円ということで、まあまあ安くはないね。1万円する懐中電灯ですからね、決して安くはないけど、懐中電灯にもなるしヘッドライトにもなるし、まあ、手ぶらで光らせたい時とかいう時にまあ使いやすいですよね。別にヘッドライトじゃなくても、先ほどちょっとお話ししたようにこのクリップを使うことで、まあ、こんな風にねシャツのところにこうやってぶら下げてこういう風にねつけてみたりとかいうこともできるし、はい、それ以外にも例えばこういうリュックとか、バッグのこういうところにつけたりねすると、まあ、これで明るいになりますよね。はい、こんな風にねつけることで、まあ、で手ぶらというか手が空くのは非常に使いやすいですよね。あのキャンプとかなんかやってる時でも自転車に乗ってみたりとかいう時にも使えると思いますね。はい、まあ、山歩きにも使いやすいし、まあ、キャンプにももちろん使いやすいし、普段使いとしても使いやすいと思います。まあ、多分私の場合はあのヘッドライトとして使うよりも、まあ、こんな形でねこんな風に使ってみたりとかベルトのループにつけたりとかいうような使い方が多いんじゃないかなと思いますね。まあ、1回の満充電でターボモードで110分、それからハイモードで111分、それからミディアムモードで5時間、そして、リーディング、まあ、本を読むのかリーディングモードで13時間、ローモードで55時間、ファイヤーフライモードだと29日間、ね、そして SOS は350分ということで、ね、まあ、これぐらいだったら十分いいんじゃないでしょうかね。はい、これが今真っ暗な状態ですね。ちょっとつけてみます。はい、これがスモールですね。はい、そして4段階234と、これがもう最高ですね。1234、これは相当明るいですね。はい、そしてダブルクリックするとターボモードですね。まあ、ターボモードにするとこれぐらいの明るさですね。まあ、天井のバウンスライトにしてもこれぐらいの明るさになりますからね、相当明るくないですかね。これ明るいと思います。ターボモードですね。これがマックスで3320ルーメンで、飛距離にして170メートル届くというふうに、ね、なってます、スペック上はね。まあ、あの距離というよりもやっぱその明るさの強さですけども、そしてこれね使いやすいなと思うのは、あのワイド光源というか、あまりこうスポットライトじゃないですね、広い明かりなので割とキャンプとかなんかには使いやすいと思います。別のライトですけど、これだとこうスポットライトですね、割とピンスポットな明かりになるので、これと比べるとですね広い範囲を照らしてくれるというね、まあ、使い道にもよりますけども、広い範囲照らしてくれる方が多用途に使いやすいですね。ただまあ狭いとそのキャンプの時でも人に迷惑かからなかったりとかすることがあります。なのでまあキャンプの時に使う時にはまずはこのファイヤーフライモード、この一番長押しでぼやっとするこの明るさですね、もうこれぐらいでも十分明るいんですよ実はね。そしてスモールモード、これぐらいでつけてる分にはねそんなに人に迷惑かからないと思います。あんまりあのテン、まあ、キャンプサイトで爆光で明るくしたりすると周りのテントが明るくなったりとか眩しくなったりとかするので、まあ、人に迷惑かかりますよね。はい、そういうことで、まあ、キャンプで使われるときはくれぐれもご注意される方がいいと思います。前回の動画では乾電池の方が便利な時もあるよねっていう話をしたんですけど、実際使ってみるとね乾電池は意外と不便、乾電池1個持っていかないといけないので、結局乾電池式じゃない充電式の懐中電灯も1個持っていかないといけないことになっちゃうんだね。はい、ということで、まあ、これだと移動中でもですね、あの充電式だと例えばバイクでも車でも移動中に充電ができるという利点があると思います。まあ、お値段がね1万円弱するということで、メイン用の懐中電灯としても十分使えるものなので、何かこれから懐中電灯をお探しのものがある方がいらっしゃれば、こういう多用途というかね多用途向きの、懐中電灯なんかも検討に入れてみてはいかがなと思います。はい、ということで今回はですね、このスルーナイトさんの TH30V2 というですね、まあ、ヘッドライトにもなるフラッシュライト、3320ルーメンで専用のこのベルトを使ってヘッドライトにも使っていただくことができますよということで、まあ、釣りやキャンプやですね、まあ、アウトドア全般に使えるヘッドライトをご紹介しました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではこうキャンプ道具とかガジェットとか、まあ、モトブログとかそういったものをね、あのご紹介してますので、よろしければチャンネル登録もしくはベルボタンですね、押しておいていただければ嬉しいなと思います。まあ、質問なんかがあればコメント欄にねどんどんお寄せください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。
また次の動画でお会いしましょう。ゆあさん、さようなら。これも非常に使いやすい。こんな明るいのはいらないけどね。はい。さら。